小林俊人は、日本の政治家。徳島県石井町。徳島県明材群石井町愛畑屋座。西閣園生まれ。石井町立愛畑幼稚園卒業。石井町立愛畑小学校卒業。石井町立石井中学校卒業。徳島県立明材高等学校中退。高等学校卒業程度認定試験に合格し。 中央大学法学部通信教育課程に在学中、衆議院議員、後藤田正澄秘書を経て、2011年、石井町議会議員選挙に立候補。石井町歴代最高得票となる2382票を獲得しトップ当選。当時の町長が外国人女性を暴行したことにより、強制基礎での有罪判決を受けるなど混乱した調整を立て直すため、 一期目途中の2014年12月に議員辞職し、次期長長選挙への出馬を表明。2015年4月、現職相手に2500票以上の大差をつけ、第16代、石井町長に就任。就任時の年齢は36歳で、中四国の町村長の中では、当時最年少の町長。2018年12月に2期目に向けて、出馬表明を行う。 清掃の町として二分されていた調整の混乱を早期に収束、町内外のイメージを向上させる。地元大学である四国大学との包括的連携協定を県内で初めて締結し、空き家対策や移住定住対策等に大学の専門的知見と若者の視点を取り入れ、地域活性化につなげている。県内の他の自治体に先駆けて様々な施策を 展開しており、補助金を活用して、町内防犯等の一斉 LED 化や、災害発生時を見据えた消防作戦を活用した、生活水の確保、各種税金のインターネットを介しての決済などは、県内初の事業。ふるさと納税制度を活用し、廃止されていた移動図書館社の復活事業を展開。全国に寄付を呼びかけ約半年で、目標額を達成。 その取り組みが総務省の各地の講事例として取り上げられ、全国に有料事例集として掲載される。第二子保育料無料化を段階的に実施するなど、子育て支援にも力を入れている。幼稚園ではこれまで行われていなかった土曜保育の実施や卒園後の春休み預かり事業を実施するなど、子どもを産み育てやすい環境を充実させている。 老朽化が顕著な養蜂施設の建て替えも計画的に行いつつ、待機児童対策にも力を入れ、平成30年度当初には待機児童ゼロを達成している。こうした施策が功を奏し、全県的に人口減少が進む中で、転入者が転出者を上回る社会像となっている数少ない自治体である。原則として40歳以上の方を対象に、 県内で唯一すべてのがん検診を無料としていることに加え特定検診の自己負担金も無料化65歳以上の高齢者と中学3年生にはインフルエンザの予防接種の助成も行い町民の健康維持向上に取り組んでいる徳島県版の地方創生特区に平成28年次世代育成6次産業集積特区に医師町が認定される 認定後は、県と協力し、徳島大学、石井キャンパスを誘致したほか、ティーファーム、石井やミノルファーム石井といったトマトの水耕栽培を行う、大規模農業系の企業を誘致し、地元雇用につなげている。老朽化した施設の建て替えなどのハード事業や、県内に先駆けての様々なソフト事業を展開しつつ、健全な財政運営に努め、平成26年に、 約60億円あった地方債を平成29年には約52億円と約8億円減少させる。加えて基金残高も平成26年度には約48億円だったものを平成29年度には約51億円と約3億円増加させ、1期目の就任中に合わせて約11億円の財政を改善している。ありがとうございます。